聴覚障害者による国際総合スポーツ大会デフリンピックが2025年日本で初めて開催されます。開催地の東京都は最新技術で音を可視化して誰もが楽しめる大会を目指しています。こちらは音をオノマトペで表現する技術なんです。拍手をしてみます。このようにオノマトペが画面上に現れます。東京都は障害がある人もない人もデフリンピックを楽しめるように競技や会場の音を可視化するなどの技術を募集しコンテストを行いました。最優秀賞に選ばれたのは音をオノマトペや絵文字に変換する雰囲気応援可視化システムです。音の検出の精度はどんどんもっと高めていかなければならないというふうに感じているので入念に行いながら進めていきたいと思っております。都は2年後の大会に向けて開発費用の補助などをしていくとしています。